ミラーに対してはアルビソン、さあショーンロングとマカドゥ、これがエース対決。ショットクロックギリギリの中で決めてきましたショーンロング。ロングが自分で行くか、ロールターンから決めきった。抜き込みましたね、橋本がフェイダーウェイ振り抜き球決めた。よくキャプテンがねじ込みました。橋本のプッシュ、うまい。ロールターンからバスケットカウント、エンドワンです。この状態はまだ本調子ではないということです。このプレーいかがですか。それを感じさせないぐらいの俊敏な動きでしたね、素晴らしいと思います。ディフェンスとっては大事なんですか。違うと思います。オフェンスとしてはもう煙たいというか、すでにプレッシャーが素晴らしいダンクを決めて、ショーン・ロングが決めてきた。ここはブルックス自分でバックステップから決めた。すごいシュートですね。関野も今狙っていた寺園へのボールカットを狙っていました。さあこのミスマッチになっているブルックスが遠目から2本連続。ここでいいタイミングでオフィシャルタイムアウトでしたね。このディープスリーですね、すごいですね、まあ、時間がスピードのミスマッチにはなっている。寺園が見せるか、ロングに預けた。そのロング、ナイスパス。いやいいパス、ミラー決める。いいプレーでしたね、ミラーからロング、バスケットカウント、よく取りましたね、レンドロベ選手も読んでたんですけど、強い、さすがですね。関野に対しては山口、石井、フェイクを入れて石井が自分で行く。ブロックショットはロング。寺園にはベンドラメもつく。ミラーがいた。ここで渡辺もつくが、ミラーがいた。バックショット決める。いいプレーですね。ミラーからバウンズパス、橋本。いいパッチングでしたね。山口アタックをするか、キックアウトした中野のコーナースリー。さあお返しですね、素晴らしい、はい、ブルックスのプッシュ、ここで自分でいった、ワンハンドダンク。これで19点、はい、今度はロングお返し。